りの会はこちらでよろしいんでしょうか。あなた取材の方ですね。あ、さどうぞこちらへ。どうぞこちらどうぞ。あ、でも取材に来ただけなんで。いや、ここへ来たからには参加していただいて1話でもお話していただかないと。でもそういう話は私は。まあまあ、そういう作法ですからね。町外れのあるお寺で百物語の会があると聞いた。百物語をすると実際に奇妙なことが起こるとされているが、そんなことを信じているわけではない。ただ夏の風物詩的な軽い記事が欲しかっただけだ。それでは始めましょうか。私からでいいですか。では私は心不全で死にました。死ぬ時によく死んだ身内の者が迎えに来ると言われてましたが、私の時は妻が迎えに来てくれました。横にいるこいつなんですけどね。妻は私が死ぬ3年前に死んだんですが。妙な思考だ。その時はね、自分が死んだことにして怪談を語る。でも話そのものは怖くない。私は胃がんで死にましてね、40代だったもんでがんの進行が早くて随分苦しんだんです。でも三途の川というのは本当にあるんですね。期待外れだ。こうして目を閉じると眠ってしまいそうだ。半年ほど前のことです。私彼氏と二人で夜の山道をツーリングしてたんです。すると前を走っていた彼がはっと言って頭を下げたんです。彼何してるんだろうと思ったんです。そしたら前から白い棒のようなものが接近してきました。それは交通標識でした。それ立ってたんじゃなくこう横に曲がってました。その標識の板の部分が見えなくてあっと思ったら私の首は胴体からきれいに離れてました。ボーンと飛んでドサという音。そこへ真っ青な顔でこっちへやってくる彼氏を見ながら目を閉じたのが私の最後でした。私はクラスでいじめにあってました。だから学校のトイレで首をつっちゃいました。その時トイレの浄化槽に頭突っ込んじゃったんだけど、今ねその浄化槽の中から私の髪の毛があふれ出るって学校で有名なの。僕はサーファーでした。で波に飲まれて死んだってことになってるんだけど、本当はねあの時突然何かに足首をつかまれたんです。はっと見ると何本もの手がわらわらと海の中から出てたんです。海の底に何人もの子供が沈んでてね。それがねふわっと僕の足をつかんで、さあ今度はあなたの番ですよ。あの私さあ話すんです。それがここの作法ですよ。私生きてます。生きている人がここにいるはずないじゃない。さあ、あなたはどうして死んだの？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 どうやって死んだの？どうやって死んだの？どうやって死んだの？それがここの作法を教えてください。さあ、私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 、